人があったよ、めっちゃ。まったくもう午前中さ、お風呂のカビ取りしてたからもう力つけて切れ寝しちゃったから、こんな時間になっちゃったよ。今日のお散歩がもう行かないかと思ったよ。早くしないと、今日は6時半からスノーマンのコンサートがあるんだから。そうだよ、生配信見ない今日最後だよ。そうか、それはもう急いで歩いて帰らないと。そうだ、え、僕し全然ふっか急いでくんないけど。ふっか、ふっか、何やってんの。何、なんかあんの、ふっか。うん、行こう、ふっか。トイレかな。あ、なんかトイレっぽい。うん、なんかいいよ、なんかトイレしていいよ、いいよ、ふっか待ってるから。もう置いてこきに行かないよな。はい、ふっかどうぞ、ふっかどうぞ。どうぞって言われるとしないじゃない。もうふっか今誰も来ないからチャンスだよ、ふっか。ないの、いいのかな。あ、ぶんなぶんな、ふっか、ふっかさん行くよ。なんかさ、ふっかもさ、いつも一人で遊んでてかわいそうだよね。なんとなく確かに、なんかね、お友達でもできればいいんだけど。友達募集すれば。だってさ、そこのさ、公園のところにさ、いつもほら、いっぱいいるじゃない。なんか、おばあちゃんたちと一緒にさ、なんかいっぱい泊まってるじゃない。だけどさ、あそこにちょっとね、入っていく勇気がないし。確かに。なんか、お母さんとかが、お母さんとか兄ちゃんが入っていく勇気もないけど、ふっかも多分入っていけないだろうし。そう、でも他にね、ワンちゃんがいっぱい溜まってるところとかないもんね。うん、なんかさ、似た者家族だもんでさ、誰も入っていく気がないので、そう、なんか面倒くさいとか思っちゃうんだよね。 それがいけないんだよね。あ、どうしたの、ふっか。今日は生配信のことを分かっているのか。ちょっと大丈夫よ、大丈夫、大丈夫、大丈夫よ。はい、大丈夫、大丈夫。ほら、ふっか、ほら、大丈夫って言ったでしょ。ふっか、どこの匂いがするの。誰かのおしっことか。スタジオ行こう、行こう、スタジオ。こう、川を眺めるとか。トイレしたいかな。なんかいいよ、トイレしていいよ。そうでもないか、今誰も来ないからいいよ。いた。スマホの方がよく撮れるね。あ、そう、ふっかの様子が。そうか、やっぱうちのね、カメラもマイクもボロいからね、スマホの方がまだいいのか。こんな感じで、はい、行こう、はい、ふっか、ふっか静かに通ってよ、ふっか。どうしたの。ふっか大丈夫よ、大丈夫、大丈夫、大丈夫よ、大丈夫、大丈夫、大丈夫よ。はい、大丈夫、大丈夫。はい、お利口さん、お利口ね。はい、行くよ。ちょっとあの辺りが心配だな。もうこっち曲がる、あの辺かって落とした、落とした。
生配信どこが楽しみなの、お母さん。生配信どこがあって、え、なんかどの曲がいいとかあるの。どの曲、うん、どの曲かね。じゃあやっぱあれがいいかね、あのあれ君からそう、あれがいいかね。あ、君からがいいよね、うん。てか、なんか後半が面白いと思うんだよね、あのコンサート。うん。でも昨日はさ、なんかいっぱい喋ってたからね。ああ、挨拶の時ね、最後の。ああ、挨拶、ね。一人一人がさ、なんかね、よかったね。あの、なんだっけ、23日、うん、の18時半の公演から、うん、あの最後の1曲がなくなって、うん、で、なんかその分いっぱい喋れるようになったみたい。あ、そう。お母さんいつも前半見て後半とか言っちゃうんだね。そう。なんかね、見ながらもさ、うん、ああ、あれやんなきゃなとか、これやんなきゃなとか、うん、思ってるわけ。ああ。でもなんかあの、今日のさ、あの、こうほら、昨日か、うん、あの、振り付け講座出たじゃん、ほら、君彼の、うん。あれめっちゃ面白くなかった？うん。ね、面白かったね。うん。うん、でもみんなさ、ああいうのでさ、うん、パッパってさ、若い子なんかさ、覚えちゃうんだからすごいよね。確かに。結構むずくない？え、そうだよ。おばさんには無理だよ。この深澤さんが面白すぎて無理だった。うん。面白かった。ね、でもすごいね、みんなね。パッパって覚えちゃうんだもんね。うん、確かに。そっか。でこっちから回る？うん、まあいいじゃん、こっちからで。そっか。そっか、どうしたの？そっか、トイレか。うん、そっか、トイレね、あの、こっちでしてよ。そっか、どこ行きたいの？あ、人んちだから。すぐ。うん。そっか、こっちでしたら、こっちで。こっちでしてよね。だから。ね、人んちだから。人のうちだから。そこら辺でいいよ。ちょっとまだ人んちだから、中止かな。この辺でいいよ、ここか。よく、ここら辺でしていいよ。うん。いいわ。うん。しそうだもんね、うん、スタイルが。うん。うん、はい。ひっかさ、元気になってさ、よかったね。なんかね、結構ね、いろいろ聞くなんか、ね、おー、大丈夫？ふっか。大丈夫？びっくりしたね。うん、病院の薬効くよね。うん。そう、なんか、うん、いつだっけ、月曜日、うん、から体調悪かったんだっけ。そう、なんかちょっとおかしかったんだけど、うん、土曜日の日にお父さんが予定通りどうしても紅葉を見に行くとか言って、そうだって朝さ言ったわけよ、なんかふっかぐったりしてるよって、うん、そしたら、いや、そんなことないとか言ってさ、自分が、うん、あのドラゴンドラに行きたいからさ、そう、もう自分の予定は絶対崩したくないんだもんね。そうでさ、人の予定はさ、うん、もう絶対行かないじゃん、自分が行きたくなければ。そう、ほんとさすがドケチュしたいんだよね、多分。うん、そうだよ。ほんと早くしな。そっか、また戻るの？そっか、まだお散歩すんの？でもさ、ふっか飼ってからさ、具合悪くなったの初めてだったね、うん、あれ、なんか食べてない？あ、食べてないか。なんかどんぐりみたいな変な食べてる。ふっか、帰ろう。ふっか、行こう。ふっか、ふっかよ。でもなんかさ、もらってきた薬さ、2回分飲んだらさ、うん、もうなんか下痢が収まってた、うん、ね。でもさ、あのドラフォートラに行ったしさ、うん、なんか夜さ、すごい、うちの中で具合悪くなったじゃない、うん、帰ってきてから、うん、でもさ、車、でもさ、行くとき朝もちょっとさ、調子悪そうだったからさ、うん、一日我慢したのかね。ね、だって全然さ、行った先でうんちしなかったもんね。そう、でもなんかすごくない？一日中すごい、しないってさ、人間は無理だ。そう、おしっこもうんちもしなかったもんね、うん、
ここなんかさ、ね、でもなんかさ、外にいるときはなんか結構元気で楽しそうにしてたよね、だけど。うん。なんかドラゴンドラでもさ、楽しそうにしてたよね。うんうん、そっか。帰ってきてからいきなりさ、具合悪くなって。そう。ああ、かわいそうだったな、ごめんね、とか思ったよ。そう、だからさ、言ってんのに。でもお父さんもすぐにグーグー寝ちゃったけど。そう、お父さんもね、自分がドラゴンドラに行って帰ったらそれで OK。ねえ、そっか。でも、お父さんが一番好きなんだもんね。なんたら無事です。ほんと嫌になっちゃう。でもね、本で読んだんだけど、うん、ワンコは、なんか、そう、あんまり理屈で考えないから、うん、もうね、一回好きになったらずっと好きなんだって。あ、そう。どんなことされようと。どんなことされようとって、まあ、それ言ったんだけど、うん。うん、なんかさ、よくわかんないけど、嫌いな人は、なんか、やっぱこう、あんまり、あれなんじゃない？好きになることはないじゃない？うん。で、昔のこととか、あの、先の未来のこととか、あの、なんていうか、人間みたいに、あんまり考えたりしないんだって、今が一番なんだって。今幸せになることを、あの、ワンコを考えてみる。大丈夫よ、大丈夫。ダメよ、そこ大丈夫。ごめんなさい、そうなんだから。あ、こんにちはって。こんにちは。こんにちは、こんにちはって。だからこんにちはは。怖がりだからね。ダメでしょ、ダメ。こんにちは。ごめんね、ごめんね。はい、すいません。ダメでしょ。こんにちはしたんでしょ。こんにちはの瞬間取れたんじゃない。そう、ふかちはでもなんか喜んでない。うん、そう、尻尾振ってるよ。うん、だからさ、ふっかもさ、不器用だからさ、そう、どうしていいかわかんないよ。なんかさ、怖い。でも気持ちちょっとと遊びたい気持ちすごくあるんだけど、こうね、本当にふっかも不器用で、でも最近ちょっとこうなんか鼻とか近づけられるようになってきたから。ふっか帰ろう。もう行こう。ふっか、今日はね、生配信なんだから。でもさ、少しさ、少し行けるようになったからね。うん、最初は本当無理だったな。最初もさ、本当に向こうの人に悪いくらいさ、なんか、こういうとばっかり言ってさ、うん、いやさ、さっきのワンちゃんさ、めっちゃさ、尻尾がさ、長くてさ、でこうなったらね、そうそうそう、めっちゃ揺れててさ、可愛くない？うん、ね、あの、飼い主にしても優しい感じの人だったね。うん。あ、そっか、自分にさ、映ってる自分にびっくりしない？そっか、いいの？それ汚いよ。そっか、汚い。あ、まさかそれ。行こう。そっか、車。止まって。なんか今日言うこと聞かないね、ふかは。あそこみんな犬。あら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 、ふかは。いや、ふかも一緒に遊びたいじゃん。ふっか混ぜてもらえば。静かにして。じゃあ尻尾上がりきってる。うん。何したの？何今の？うん。行くよ。よいしょ。はーい。ふっか落ち着いたよ。ふっかの。